ワクチンの接種が始まったのは鳥取市佐治町地区の診療所です診療所では普段から通っている患者を中心に事前に予約をした75歳以上の高齢者が30分間で6人ずつのペースで接種を受けました鳥取市にはすでにワクチン一箱500回分が届いていて地区に住む75歳以上の高齢者は486人で全員が接種を受けることができます